日本灯台とは、北マリアナ諸島サイパンガラパンのネイビーヒル頂上に、ある放棄された灯台である。1974年、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。日本人が建設し、第二次世界大戦まで稼働していた数少ない灯台の一基である。灯高は、約15メートルで、コンクリート建築の白い塔に、平屋の灯台主宿舎がある。 東大の資材になったコンクリートは焼かれたサンゴと貝殻でできているが簡単に風化してしまった。サイパン西岸にあるタナパグ港に入港する船舶を支援するため1934年に建設された。当時サイパンは委任統治領南洋諸島として大日本帝国が統治していた。東大は1944年のサイパンの戦いにてアメリカ合衆国海軍による砲撃で 損傷し続けるまで稼働していた。戦時中、東大は再建されることはなく、戦後になっても放棄され続けた。しかし、同性のドームは撤去され物置に保管された。1974年12月19日に、東大はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。1990年、東大は改築、増築され、レストランとして利用されるようになり、 長年塔の頂上から撤去されていたドームも元に戻された。しかし、1994年か95年にレストランは閉店した。2007年に落書きで一杯だった灯台は再塗装された。2010年、マリアナ海港海洋ナショナルモニュメントのビジターセンターとして使用する計画も上がっている。ありがとうございます。